Spinner。 おはようございます、アシュリーです。5月26日木曜日、世界で今起きていること。このポッドキャストではニューヨークのニュースルームから世界に向けて今まさに発信されたニュースレターを声でお届けします。ウクライナはロシアとの外交交渉の条件を設定した。ウクライナのゼレンスキー大統領はロシアに対し、軍隊を戦争が始まる以前の配置まで撤収させることを要請しました。一方、ロシアは制裁が解除されれば黒海の封鎖を解いてウクライナの穀物の輸出を開放すると表明しました。中国は33項目の景気刺激策を発表した。これは経済を正常な軌道に戻すための政策であるとされています。しかし、アナリストはゼロコロナ政策が依然として実施されている中での景気刺激策の有効性について疑問を呈しています。テキサス州ユバルディの小学校で起こった銃乱射事件に世界の指導者が反応した。ローマ教皇フランシスコは銃の規制を呼びかけ、ゼレンスキー大統領はウクライナの人々がアメリカ人の痛みを分かち合うとツイートしました。世界最大の砂糖の生産国であるインドが輸出を制限している。インドはすでに小麦の輸出を禁止しており、先週にはブラジルが砂糖の輸出計画を解除しています。食品の保護貿易主義が世界的に高まっていることの表れとも言えますが、一方で食品輸出大国であるタイはその恩恵を受けることになります。アメリカの中央銀行は予想以上の積極的な利上げに踏み切るかもしれない。昨日25日に発表された FRB アメリカ連邦準備制度理事会の議事録では、インフレの対策としてなるべく早くより高い利上げを行う必要性が示唆されています。過去最大規模のクリプトファンドが発表された。アメリカのベンチャーキャピタルであるアンドリーセン・ホロウィッツはクリプトおよびブロックチェーン企業を支援するために45億ドル、日本円でおよそ5730億円を調達しました。この数週間、クリプト市場が混乱する中届いたニュースです。今日のニュースの参照元は概要欄にまとめています。明日のニュースが気になる方はぜひ、Spotify、Apple Podcast、Amazon Music でフォローしてください。Quartz Japan では世界の最先端を毎日2通ニュースレターでお送りしています。他にも世界で暮らす女性の喜びや悩みを伝えるポートレートオブミーがスタートしています。詳しくは概要欄に載せていますので、ぜひこちらも見てみてくださいね。アシリーでした。Have a great day!